アンディ・マッキーはアメリカのアコースティックギタリスト、キャンディラットレコード所属。その珍しい演奏スタイルと作曲の才能のために熱い支持がある。2006年後半、自身の代表曲であるドリフティングの演奏を収めたクリップは YouTube トップページのフィーチャードビデオに取り上げられ、2006年11月までに500万近くの閲覧数を集めた。1979年、 カンザス州トピカ生まれ。初めてギターを手にしたのは13歳の時で父親が買ってくれたアリアのナイロン弦のものであった。初めのうちは練習に乗り気ではなかったもののエレキギター好きのいとこが学び続けるようにとやる気を起こさせたのだという。最初、主にハードロックやヘビーメタルの興味があったようだ。彼が語るには16歳の誕生日に音楽クリニックで プレストン・ディードのライブ演奏を見た後、本人から教育用ビデオを買い求め、より複雑なギターテクニックを学び始めたという。また、この時期には高校を中退していたのだが、GED で資格を得た。続く5年間、彼はマイケル・ヘッチス、ドン・ロス、ビリー・マクラ・フリン、パット・カート・レイ、トミー・エマニュエルらのギタリストからインスピレーションを得ながら、自身の上達に努めていった。2001年、 初アルバム、ノクターンを発表した。同年、カンザス州、ウィンフィールドで行われた第3回、ナショナルフィンガースタイルギターコンペティションに最年少で出場し、好順位を得た。2003年には、台湾で、ジャック・ストッチェム、中川エサト、岸辺新名ラとツアーを行う。また、この年のカンザス・ミサレーニアス、アコースティック・インストルメント・コンテストに出場し、1位に、 選ばれている。この時に使用したロンスピラーズ製ハープギターは2002年にスティーブン・ベネットから購入したものである。2004年2枚目のアルバムドリームキャッチャーをリリースした。ここでは依然ともに多数のツアーをこなしたことがあるベーシストマイケル・マンリングと演奏する曲をタイトルに掲げることができた。またこの年彼は カンザスフィンガースタイルギターコンペティションで1位、カナディアンフィンガースタイルギターコンペティションで2位を獲得している。2005年には中川里の招平によって初来日を果たし、その後、グローリーを発表。中川へのトリビュートナンバー、中川さんが収録。彼の CD、アートオブモーションは、キャンディナットレコードから2006年に発表された。これにより、彼は、 ドン・ロスのようなアコースティックギタリストから相応の称賛を得るようになった。現在、好きなアーティストの一人として注目し続けていたロスと同じレーベルに席を置いている。2007年に二度目の来日。同年に、ザ・ゲーツ・オブ・ノー・メディアを発表。ビオークの代表作、ヴィーナス・アズ、映画あるを巧みな多重録音で表現するなど、 ギターソロの枠にとらわれない音楽的実験が新境地として見られた。2008年、EU ドン・ロ t ス o のデュオ作、Sing That Came From Somewhere を発表。2010年、アルバム、Joyland を発表。また、リー・リトナーのアルバム、Six String Theory で2曲にフィーチャリングゲストとして参加した。2010年、ドリームシアターのオープニングアクトとしてツアーに帯同。 2012年には来日公演を行った影響を受けた演奏家は以下の通りありがとうございます。